テレビアニメ RPG 不動産スペシャル動画企画、目指せあなたの街の頼れる RPG 不動産。皆さんこんにちは。テレビアニメ RPG 不動産風色琴音役の井上ほのかです。皆さんこんにちは。ワイ役の木野ひなです。皆さんこんにちは。ルフリア役の河井田夏実です。皆さんこんにちは。ラキラ役の岩見もなかです。私たちが演じる琴音、ファー、ルフリア、ラキラは王国所属の RPG 不動産という不動産屋さんで働いています。ここには様々な事情を抱えたお客様がいらっしゃいます。彼女たちが一日も早く頼れる街の不動産屋さんになるべく、私たち4人も見習いとして立派な不動産屋さんスタッフになれるように、いろいろなことに挑戦していきたいと思います。ということで今回、はい、私たちが挑戦するのは何でしょう、うん、不動産業界常識クイズです。うわー、常識だって、ね、自信あります？ある？ないないよ、ね、いやでも私去年、うん、不動産屋さん3回お世話になったんです。3回、そう、3回ってことなのか。3回、すごい、ね、3回引っ越したからちょっと自信あるかもしれない。じゃあマナティー頼りで、そうだね。よし、ということでね、とにかくやってみようね。はい、頑張ろう、やってみよう、頑張ろう、やってみましょう。できるか。それでは問題を読ませていただきます。はい、行きます。でれん、ベランダ、バルコニーの違いはそれぞれ何でしょうか。こういうやつ、こういうやつ。結構難しくない？じゃあ自信ない。待って、バルコニーとベランダ違う。じゃあね、それをね、スケッチブックが多分手元にあると思う、うん、そこに書いてください。答えは自分の思う答えを、はい、難しい、なんだろう、同じじゃない。バルコニーがそもそもあんま聞かないよね。確かに、ベランダの方が聞かない。なんだろう、ちっちゃくなっちゃった。てか、ベランダってカタカナの。あ、ほんとだ、かわいい。あれ、ひらがなだっけ。え、カタカナのイメージ。カタカナだよね。え、あるけど、え、ベランダ、カタカナのイメージか。え、ベランダ、え、カタカナのイメージだよ。ベラン、え、そうかな。そこから、すごい難しい。ベランダ、本当に難しいな。かけました。え、ちょっと待って、ちょ、漢字がわからないけど。え、待って、私かけました。かけました。はい、ちょっと待って。はい、ということでね、はい、みんなかけたみたいなので、はい、それ一人ずつね、回答を見ていきたいと思います。はい、大丈夫。じゃあ、まずひなちゃんから。はい、わかりました。じゃあ、違いは、はい、ベランダはお花がある、うん、え、バルコニーは景色を眺める。あ、え、かわいい、かわいいじゃないですか。そもそもバルコニーあんま聞いたことなかったから、私のベランダはお花を育ててるイメージがあるんで、あ、私のお家にないものって言ったら景色を眺める絶景のバルコニーかなと思って。あ、変えたい、すぐってもね、置いといて。違う、じゃあかわちゃん行ってみようか。はい、じゃあ、かわえらは、うん、違いはただおしゃれな言い方してるだけ。あ、そういうことかなって思って。確かにね、そうそうそう、確かにね、わかるかも。はい、じゃあまなかちゃん行ってみようか。はい、私はちょっと漢字があれなんですけど、うん、一軒家か集合住宅か。ちょっと待って、ねえ、待って、それかもって思った。ひなちゃんの聞いて、そう、なんで私が聞いてもなるんだね。なんか一軒家に住んでる時はベランダのことベランダって言ってた、言ってた。なんかマンションとかに引っ越すとバルコニーって必ず書いてあるの。あ、うん、確かに、そうそうそう、だから書いてある。こんなに自信満々にやってるけど間違いだったよね。恥ずかしいけど。正解はあるかな。絶対そうだよ。あ、そうだ、え、ほちゃん、飛ばされた。ほちゃん、ほちゃん、ベランダは、うん、細い、細い。バルコニーは大きくて、もうなんかロミオ、ジュリエット。ロミオ、ジュリエット、あ、なるほどね。じゃあ、広さイメージしかないです。広さなんだ、はい、細いって。え、細いってどれぐらいから。なんか、お花が置けるくらい。あ、なるほどね。ちょんちょんちょん、じゃあ同じ景色だった、ね、マルコニーはなんかほら、やっぱ景色を眺めるからさ、うん、
あれ椅子とか置いたりできるじゃん。そうね。そうそうそう。じゃあバルコニーついてる人は絶対景色見なきゃいけないんだね。そう、あの、うん、だってほら集合住宅だから。あはははは、集合住宅おれやっぱ景色を見るためにね。あれ保険をかけてるな。もうね、見てみようかも答え、うん、見てみよう。じゃあね、答えをね。はい、ベランダは住戸から外に張り出している屋根ありの空間、でバルコニーは住戸から外に張り出している屋根がない空間。なるほど、そういうことか。ちなみに、うん、ベランダとバルコニーは基本的に共用部であり、うん、え、そうなの？入居者の空間ではないので、ご注意ください。だって嘘でしょ。入れちゃうってこと？なんかモナカちゃん知ってました。これはね、知ってました。本当に？そうなの？え、じゃあいろいろあって知ってました。あ、入っちゃった。言ってた。言って、え、どういうこと？ダメだよ。ダメだよ。あ、入っちゃダメなんだ。人家のバルコニーはあの盾、盾っていうのがあるから仕切りがね、うん、それをなんか入っちゃうのはちょっとダメ、不法侵入になっちゃうから。あ、違うのはバルコニーだったんだ。え、私もです。じゃあ全然違ったね、これね。全然違ったね。めっちゃ当たってたのに。当たってる顔してたのに。恥ずかしい。皆さん気をつけてください、バルコニーは。気をつけてください。共用部です。はい、ということでね。難しかったね。難しかった。不動産業界常識クイズに挑戦しました。また皆さん見てくださいね。ということで、バイバーイ。